はい、ソルデンでございます。今日はですね、このたたきですね、たたきとあと牛タン、そちらでね、4合のご飯で食いたいと思います。まあね、これ生でも食べれるんですけどね、牛タンと一緒に焼いてね、食べたいと思います。で、半分はね、ちょっと生で食べたいと思います。はい、こちらはね、焼いて、あとはね、お刺身で食べたいと思います。はい、それではね、スーパーでね、ちょっと牛タン、ちょっと高かった、まあ安いのか高いのかわかんないんですけどね、4枚で500円ぐらいですね、買ってきました。これでね、ちょっとちょっともう最近ね、ちょっとご飯食べたくなったんでね、ご飯を4合食べたいと思います。それではね、牛タンのタレですね、つけだれを、ちょっとね、美味しいつけだれの作り方をね、ご紹介したいと思います。使うのはですね、ご自身が好きな焼肉のタレで大丈夫かと思います。まあ、私の場合はですね、この花まさで売ってる焼肉のタレ、牛カルビ、こちらをね、使用します。ここにね、これたっぷりね、入れてください。あと、ごま油ですね。ごま油は小さじ1杯くらいね、入ってます。これね、よく混ぜてください。ネギですね、今回は長ネギの青い部分を使っております。でこれね、バンネギでもね、全然大丈夫です。そして最後にね、レモン、レモンを入れる。はい、これでね、完成になりますね。こちらで食べたいと思います。ちょっと間違えてね、ちょっとレモンのこれまでちょっと入っちゃったんですけど、まあ気にしないで大丈夫でしょう。これはね、薄く塩とブラックペッパーですね。まあ、私の場合は、ね、片面で、やってます。めちゃめちゃね、美味しそうですよね。焼きすぎると硬いので、牛タンはね、カット焼くようにお願いいたします。はい、そしてたたきの肉ですね。ね、完成になります。そしたらね、テーブルに移動して食べたいと思います。はい、牛タンとね、鶏胸の形の、完成になります。そしたらね、このタレでね、めちゃめちゃうまそう。あとね、鶏のたたき、これもね、一応ご用意しました。そして、急遽ね、ちょっとご飯がなかったんで、ドッカーンとね、買ってきました、4合分。そしたらね、食べたいと思います。うまそうです。はい、それではいただきます。まず、じゃあ牛タンからいきますか。牛タン、めちゃくちゃうまそう。ね、たっぷりつけてね、ネギを挟んで、いただきます。もうグーね、グー、めちゃくちゃうまい。うん、
ご飯が進む。やばい、これ最強ですね。このタレがね、あのレモンを入れてることですごいさっぱりしてね、めちゃくちゃ美味しい、夏にぴったりです。まあね、牛タンに関わらずね、あの焼肉の際ね、こういう風に作ってみてください。じゃあこのたたきのね、焼いたやつ、ステーキいただきます。うめっ。うん、牛肉をね、焼いた後にこの鶏を焼いたんで、ちょっとね、なんかめちゃくちゃ美味しいです。うめっ。そしたらね、たたきもね、ニンニク醤油でいただきます。グーね、もう最高。うん、めちゃくちゃやっぱ生のお肉って美味しいよね。柔らかい。うん、やっぱね、あのお肉を食べるときは野菜もね、必ずね、取るようにしましょう。なるべくね、野菜をね、先に食べてからね、こうおかずとかね、ご飯ね、食べた方がいいんですけどね。もう今回ちょっと待ちきれなくてね、もうフライングしちゃいましたけど、必ず野菜も一緒に取りましょう。実はね、もう私も牛タンがね、大好きでね、あの食べ放題行くと必ず牛タン20皿以上はね、注文します。それくらいね、牛タンが大好きです。今回このたたきのにね、あのたたき用の鶏胸なんですけど、普通のスーパーに売ってるあの鶏胸をこういう風に焼いてもね、美味しいんでしょうけど、この鶏、地鶏のね、胸なんでめちゃくちゃね、美味しいです。この皮はね、コリコリと歯ごたえがあってめちゃくちゃ美味しい。お前ふざけじゃねえよ、俺にも食わせろよ。さあ、最後の牛タン、ちょっと足りなかったね、もうちょっと買っとけばよかった。最後の牛タンいただきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃね、もううまかった、幸せでしたね。うん、これもやっぱ牛タン最高ね、毎日食べたいぐらいね、牛タンが大好きです。食った食った。ぜひね、皆さん、牛タンとかね、買って作ってみてください。このタレめちゃくちゃ美味しいですから。ご飯ね、4合とこれだけのね、量を食べるとね、腹持ちがすごくいいので、ね、皆さんもね、真似してやってみてください。それではね、また次回動画でお会いいたしましょう。よかったと思った方は、グッドボタン、
そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。